やばい。なんとか立て直さないと。やばい。ブラックワールド。はあ、人生つまんねえな。俺の名前は熊本、普通の会社員だ。やりたいこともなく、適当に就職して、毎日残業、ボーナスもスズメの涙。休日は寝るだけという寂しい生活を送っていた。会社員でも仕事があるだけマシって言われることがあるけど、そんなの俺の気持ちがわからないから言ってるだけだよな。ある日、両親が俺のところへやってきた。よう、元気でやってるか。どうせろくなもの食べてないんでしょ。ちょっと外に食事でも行きましょうよ。ああ、食事って言ってもな、この辺そんないい店あったっけ。家族で外に出ると、到着したのは庶民的な焼肉店だった。焼肉？そういえば家族で焼肉なんて行ったことなかったな。そうそう、たまにはがっつり肉を食え、肉を。とは言ってもな、別に肉食いたい気分じゃないし。いただきまーす。うん、うん、うん。うまっ！ははは、気に入ったか。食事にもさほど関心がなくなってしまっていて、最近は味に感動することなんてなかったが、ここの焼肉はとにかくうまかった。少し根は張るものの、それ以上の感動を与えてくれた。世の中こんなにうまいものがあったんだな。高いってうまい。大げさだな。一通り食べ終わった後、俺は親に仕事の相談をした。そうか、サラリーマンはつまらんか。ま、そういうやつもいるよな。今の時代、好きに生きている人もたくさんいるんだから、俺もそういう風にできたらいいなって思うんだけどさ。てか、焼肉屋って肉は客が焼くんだから、いい肉さえ仕入れれば儲かるんじゃね。いいんじゃないか、やってみろよ。え？一度きりの人生なんだから楽しめばいいじゃないか。父さん。俺は父親のその言葉を聞いて何かが吹っ切れた。親との食事を終えた後、すぐに会社に電話をして仕事を辞めることにした。さあ、これで戻る場所はない。俺はこれから人生を楽しむんだ。俺がこれから追いかける夢はもう決まっていた。それは焼肉店だ。あの時の感動を他の人にも味わってもらいたい。ネットで調べながら資金の借り方、店の持ち方などを見ていった。まあ、お金はそんなにないけど、銀行の融資と親から借りた分でなんとかなるっしょ。俺は長い時間をかけ、ついに念願の焼肉店をオープンした。これが俺の焼肉店。よーし、頑張るぞ。高くてうまい肉を揃えたんだ。みんな絶対喜んでくれる。早速店には多くのお客さんがやってきてくれた。おー、俺の店にこんなにもお客さんが。すげえ。美味しかったです。また来ますね。あ、ありがとうございます。常連客もついてくれるようになり、うちの焼肉をうまいと言ってくれるようになり、俺は感動していた。そうだ、あの時俺が感動した体験をもっといろんな人にしてほしい。俺はその後も店を経営し続けた。しかし、おかしい。この間まであんなにも繁盛してたのに。オープンから3ヶ月後、俺の店にはほとんど客がやってこなくなった。あれだけ来ていた常連客も最近はあまり来ない。もしかしてオープン効果ってやつか？開店したばかりの店だからみんな物珍しさで来ただけなのか？開店当初の売り上げが続くと思っていたからバイトも大量に雇っていたのだが、この売り上げではバイトを維持することすら難しい。でさ、マジで？くそ、客が来ないからただ喋ってるだけだあいつら。それでも時給発生してるんだぞ。働きもしないのに時給だけ発生するのは困る。俺はそう思い、バイトのシフトをガンガン減らした。ちょっと店長、シフト削りすぎ。もっと入れてくださいよ。仕方ないじゃないか、お客さんが来ないんだから。でも勝手にシフト減らすなんてひどくないっすか？バイトたちに文句を言われた末、どんどん辞めていってしまった。くそ、シフトを減らしたら辞めるって子供かよ。客が減ったとはいえ来ないわけではない。
ほぼ一人で店を切り盛りするのはめちゃくちゃ大変だった。ちょっと注文したカルビマジ？あ、はい、ただいま。やべえ、回答忘れてた。まあどうせ焼くんだし関係ねえか。この iPad 壊れてるのか？全然店員来ねえじゃん。ふざけんなよ。申し訳ありません、申し訳ありません。やることが多すぎる、目が回る。あまりの業務量に俺は頭も体も追いついてなかった。まだですか？ちょっと待っててくださいって。なんだあの店員、感じ悪いね。ふぅ、今日はやめとくか。余裕がなくて雑な接客をしまくった結果、店の口コミサイトが荒れまくってしまった。おいおい、雑な接客、味も落ちた。だと、接客は確かに雑になったかもしれないが、味だけは感動させるレベルのはずだぞ。どんなに悪態ついても客が来ないまま、そんなある日、さらなる悲劇が訪れた。はい、どうも。それじゃあ今日は人が全然いない焼肉店にやってきました。いらっしゃいませ。マジか。早く帰ってくれねえかな。ガラガラすぎ。よっぽどのクオリティなんだな。うわぁ、確かに高い割にいまいちだな。仕込みちゃんとしてねえんだろうな。高い肉食わしときゃいいみたいなスタンス。だっせ。なんだお前ら。安い舌のお前らに何がわかるんだ。出てけ。あれ、もしかして図星だったっすか。そんで胸ぐら掴んじゃうんですね。暴行罪で訴えちゃおうかな。てめえ。どうやら俺が知らないだけで、そこそこ有名な YouTuber だったらしく、SNS で大炎上。経営はますます傾いた。くそ。 DM で謝罪しよう。そうすればきっと、この動画も削除してくれるはずだ。俺は YouTuber に DM で謝罪した。しかし、焼肉店の店主が謝罪してきた、といった動画をさらに投稿し、火に油を注ぐだけの結果となってしまった。やばい。なんとか立て直さないと、やばい。それからも客足は遠のいたまま。出勤することも嫌になり、たまに来てくれる客にも雑な対応になってしまった。そして俺は500万の借金を残し、店を畳んだ。あの肉は、ちゃんとうまいはずだ。どうしてあんなにうまいのに、みんな来てくれなかったんだ。これからどうしたらいいんだよ。こんな借金、これから働いて返していける気がしねえよ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。